三淵は、秋田県由利本城市出身の元プロ野球選手。小学校より野球を始めるが中学時代までは控え、投手兼外野手であった。当時同志軍内に全県優勝したチームがあり、小学校時代には全県大会出場が阻まれたり、チームとしても、個人としてもほとんど無名の存在であった。秋田県立本城高等学校で1年時には、 外野手でベンチ入りし、2年次より、エース投手として定着。後に、プロ入りした、石川正則や藤田太陽、高卒時に、ニューヨークメッツと契約した後松重久志と共に、県内では注目される存在になった。関西遠征で、大阪桐蔭と練習試合をした際に、好きな選手を3人にあるから転校させるようにスカウト、された。全国的には、 東北学院大学で2年から頭角を表す。4年春の対宮城教育大学戦では16、脱三振を記録し、最優秀投手、秋はベストナイン。卒業後、TDK に入社し、1年目は都市対抗野球に補強選手として、先発を経験。2003年の第74回都市対抗野球大会や、 第30回社会人野球日本選手権大会出場に貢献する。2003年のドラフト5巡目で広島東洋カープに入団。中継ぎ左腕として期待されたが、目立った活躍はできないまま2007年限りで戦力外通告を受けた。2008年からは秋田に帰郷し、クラブチームのユーランドクラブに所属。現在は、 旧ユーランドクラブのメンバーが中心となって2009年3月に結成されたクラブチームのゴールデンリバースに所属しプレーしている。秋田製光株式会社に勤務。身長1 6 6トルは2007年時点での12球団の中で最小の投手だった。野手を含めると中日ドラゴンズの鎌田啓治の1 6 2トルが最小だったが、 両選手とも2007年オフに、それぞれの所属していた球団から戦力外通告を受けた。ありがとうございます。